はい、皆さん、こんにちは。ギセと申します。本日は光る君へ第10話の演出解釈解説をお届けいたします。月曜日に徹底解説という動画をアップしているんですけれども、そちらの動画に博識な視聴者の皆様から様々なコメントをいただいておりまして、それらを紹介しながら今回の第10話の解釈を深めて、次の第11話に向かっていこうという動画となっております。今回も様々なコメントいただきましてありがとうございました。本日全部で6つプラス1は私の言及として、お話をさせていただければと思います。今回は1テーマ1人ずつ紹介なんで、全部で6人の方の紹介をさせていただきますね。まずは、現実直視と現実逃避ということで、こちらの方のコメントでございますけれども、まあ、読み進める前に先に要約をいたしますと、まあ、今回の第10話において、まあ、ヒロと道長は対照的であったよねと。今私が章立ての章の言葉で示すのであれば、真宙は現実を直視しているけれども、道長は一種の現実逃避をしていたっぽいよね、というような言及でございます。読んでみましょう。直秀の死に対して、真宙と道長は対照的だなと思いました。道長は直秀の死に囚われてしまって、直秀の夢だった海の見える国に真宙と行こうという、ある意味現実逃避のようなことを言い出しますが、対する真宙はその死を痛みつつも二度と同じような理不尽なことが起きないようにすることを考えていましたね。道長は直秀たちの死に責任を感じているので囚われてしまっていても仕方ないとは思いますが、真宙はもっと現実を見ている。何不自由なく暮らしてきた上級貴族の道長に貴族以外の生活は無理だし、そんなことをさせたくないとも思ったのかなと。真宙は子供の頃からずっと好き、とても好き、前よりももっと好きになったという思いを伝えたけれど、それでも一緒に行くことではなく、都でずっとあなたを見つめ続けると決心したんですね。とても切ないです、というようなコメントでございますね。確かにその通りで、私の様々なところの解説で、まあ、真宙の言葉でね、まあ、直秀の痛ましい死もあったので、で、直秀ってのは要は貴族ではない一般市民ですよね。なので、一種その痛みのわかる道長が出世をしていくことによって、道長が今のもう貴族ファーストの社会というのを変えることができるのではないかと。で、自分自身、真宙自身も下級貴族としてそれを望んでいる。自分の母のような理不尽な死はもうこりごりだと。直秀のような理不尽な死はもうこりごりだと思っているので、それを実行してほしい。でも自分は女性だからできない。で、下級貴族だしできない。でも、道長にはできるかもしれないという期待を込めている。この解説は私も様々なところでさせていただいております。しかし一方で、そういったその、貴族として、祭りごとにおける実効性っていう、なんて言えばいいの?真面目な部分というか、上流の部分ではなくて、ここの言葉の通り、道長と遠くの国に行くっていうことは、道長自身が、今何不自由なく暮らしているけれども、自分自身で魚を取る、畑を耕す、自給自足の生活、やったこともないわけですよね。全くと言っていいほどだと思いますよ。なので、それをできるのかと。で、仮にできたとしても、それをさせ、真宙自身がさせたいかというと、そうでもないというところもあるので、好きだけれども、そういったところまで想像力、真宙はほら想像力も豊かだし、そこまで想像力を働かせた、想像でイメージでそこまで想像した結果、無理じゃねっていう風になってる部分っていうのがあるんですよね。だこれも現代においてもそうですよね。そのほら何か夢を抱く、夢っていうのは人間が抱けるものだから、それを抱くのはもちろんいいことだし、その夢が実現したらとても素晴らしいことではある。しかし常に夢とか空想ばっかり、まあ見つめていてもなかなか現実直視できないっていうところもありますよね。まあよくね、俳優さんのね、遅咲きの話とかでね、いつまで損切りするかとかっていうのもあって、遅咲きしたらそれは、小手伸也さんみたいにシンデレラおじさんとかって言われる形にもあるけれども、でも、まあお笑い芸人の方でもですね、まあいつまで続けてもなかなかうまくいかなくて、最後まで大成しないで、まあ敗北者となっていってしまうっていう方もまあ、いるわけでございますので、っていう風になった時に夢をどこまでも追い続けるっていうのが、どちらかというと今言った、どれと道長に当てはまる。でも、真宙は、損切りではないけれども、でもそれに近しいとか、現実的な線引きをちゃんとできていると。で、現実的な線引きとしては、上流貴族、下級貴族。まあ、なんなら道長自身もそこは把握しているけれども、
普通には結婚できる二人ではないっていう形ではあるので、しかもその母を殺されてるからね、道金には。だからそれも考えた時に、道長としてはその上で理想としての遠くの国だったけど、真宙としてはまあそのオプションしか確かにねえけど無理だなってなったから、真宙は自分の気持ちはあるし涙も流したけれども、二人で結ばれるっていうことに関してノーというふうに突きつけて、あなたを見つめ続けるって言った。で、ドラマの仕様ですよ。ドラマとしての仕様だけれども、その思いっていうのが結果的な史実としても結ばれないこの二人の真宙の思いは、じゃあどこにぶつかるかっつったら、それは源氏物語という創作にぶつかるわけでございますよね。っていうふうに思いました。ありがとうございます。はい。で、次、道金の過ちと成果でございますね。はい、こちらの方のコメントでございますけれども、まあ、要はこちらの道金に関しては視聴者様々な解釈というか好き嫌いがあって面白いなと思うんですけれども、こちらの方の場合は道金はとても最近有能に働いている、結果を出しているよねと。まあ、だけどももうとにかく第一話で主人公のお母さんを殺してるんで、もうそのたった一度の過ちでどうにもならんよなと。まあ、現実世界でもそうですよね。やっぱり一度過ちを犯すと、まあ、芸能人なんかまさにですけど、まあ、一度過ちを犯すとなかなか芸能界復帰できないとかっていうのが、まあ、最近世界のチャンス比較的拾えるようになってるけど、でもまあ比較的そういう形でもあるので、っていうのをまあ示していますよって形ですね。ちょっと読んでみますね、まずは。今回現実逃避のために真宙の恋に没頭しようとする道長がめめしくて痛々しかったですが、反対に道金の株がどんどん上がってきていますね。どう見ても右大臣家三兄弟、道綱入れれば四兄弟の中で道金が一番有能です。金家から汚れ役を押し付けられ、最も難しい役目を与えられているのですが、それに応える力量があるのも確か。そんな有能でコミュ力も高い道金が、まだ若い頃のたった一度の過ちにがんじがらめにされる若気の至りと評すには、やったことが悪すぎますが、客観的に見て優秀に見える人物も魔が差すということがあり、その一度の過ちを犯してしまったらどんなに高い能力があっても決して取り返しがつかない。そんな教訓を道金が伝えている気がします。このコメントはいろいろな、なんなら賛否両論あるかもしれないですけど、私からしたらわかるっていうようなコメントでございますね。道金に対しての、私がどう思ってるかっていうコメントは様々な動画に様々な視聴者の方からいただくんですけれども、多分全部の動画ご視聴の方は多分お分かりの通りですね。まあ、改めてここで言及いたしますと、かわいそうな人っていうのが私は道金に対する、考えですね。ただそのかわいそうっていうのは、なんて言えばいいの？同情するかわいそうっていうのと同時に、哀れ。っていう哀れみ的なかわいそうっていうのもあるかなというふうに思います。というのは、まあ、ドラマですので、ドラマとしての感情移入的な側面でいくと、主人公の真宙の母を殺している時点でもうこいつはないわけですよ。こいつはないわけなんですよ。でも一方で、これは視聴者の方のコメントからもいただきましたけれども、まあ、3兄弟、まあ、一応ドラマ上だと3人なので3兄弟、まあ一応4人か、あれも入れればね、アキコも入れれば。だけど、一応まあ3人とした時に、まあそのやっぱり間に挟まれるって結構辛いんですよって、ね、次男の呪縛呪いじゃないですけども、っていうのがまああるようだと。私は長男ですし、3兄弟でもないので、妹が一人いるだけなので、その辺はわからないんですけれども、まあっていう部分もありますよと。だからその次男としての呪縛、難しさっていうのはわかるわかるっていう部分はあるようだし、それに挟まれて、弟ちょっといじめてたら母から注意されて、よりぐれていくと。で、ぐれた結果が短気になってしまい、短気な状態だから、馬の前に出てきた真宙にぶち切れて、お母さんが謝ったけれども、その後結局イラッとしてお母さん殺しちゃうみたいな。で、俗に食へと呼ばれる、貴族が血を浴びる、死に触れる、汚れに触れるっていうことは、まあ、呪われると、同等であるという形で、彼自身が呪われてここまで来ていると。で、しかもその真宙の母を殺したっていうことは、自分自身はもみ消したというかスルーできるような感じにしたつもりが、それ全部父親にね、バレていて、父親がもみ消して、その時点で父親には一切反抗できないっていう状況になってしまっていると。で、これはもう金家のセリフをかいつまめば、今回もですけど、わかる通り、仕事をすごく任されているのは一応できると思って、そこの能力は買われているのは間違いないと思います。例えば今回だったら道綱どう見てもポンコツだったじゃないですか。一人だけ道綱ね、上地雄介さん演じるね、一人だけちょっとポンコツだったじゃないですか。もし道綱が今回の道金と同じことをできたかって言ったら絶対できないと思うんです。だからその意味ではこちらの方もおっしゃる通り有能であると。でもその上で、私もその哀れ含めてかわいそう、道金かわいそうって言葉を言うたんびに、
結構違和感があるっていうコメントもいただくんですけど、多分そういう方もいる。で、こういった形で、でも能力はあるよね。でもやっぱ一度の過ちがきついよねっていう、多分それが俗に言う擁護派と批判派っていう風に分かれるところ。で、私はそのちょうど間を取ってる感じですね。かわいそうとは思うけれども、そのかわいそうは 100% 同情するんじゃなくて、哀れっていう否定的な側面も私の中にはあるんで。面白いですね。だからこの辺は多分、この割れる感じっていうのは、我々はもう大石静香の思うツボですよ。その大石静香さんってね、やっぱりこう人間をうまく描くことが得意なので、道金に関してもただ単に悪役として描くんではなくて、そういういい面もあるよね、悪い面もあるよね、と。恨まれる面もあるよね、かわいそうと思われる面もあるよね、っていう人物造形をしているので、私よく例で出しているものとしては、犯罪者というのはその犯罪という側面に関しては、今の特に令和だったら、まあ刑法で裁かれるものであるから、それはちゃんと罰を受けてくださいね、と。じゃあその人が1から100まで悪い人間だったかっていうと、俗に言うテレビインタビューで、あんな優しい人があんなことするとは思わなかったっていうのも、それって嘘じゃなくて、その人の多分、一側面とした事実なんですよね。だからなんかそういった部分っていう、それがまさに道金だなっていうふうに私は思うので、人間って面白いなって改めて、この辺の論争を見ても思う部分ですよね。ありがとうございます。で、次、月夜の陰謀でございますけれども、まあ、今回のタイトルですね。で、これはまあもちろんこちらの方のコメントの通りで、月夜の下で繰り広げられたクーデター、カンナの変というのが陰謀、要は金家、安倍の春明による陰謀っていう、これはもう誰しもが想像できる形ですよね。で、もう一個の、要は、こちらの方も書いていただいている通り、道長と真宙の大勢のラブシーンで、あの二人が、まあ、ある種、別れるというか、その、共に道を歩まないという結論ではあるけれども、一種その、二人しか知らない時間ですよね、あれというのは。あの、ドラマの中では。なので、それはある種の月夜の、まあ、陰謀というか、いろいろなことがあったというような、形として描かれていたという、まあ、ダブルミーニングっていうのが、私もこの解釈は非常に、思う部分っていうのがございますね。あの、いい意味で鎌倉殿の13人を参考にされているなと私は思います。タイトルにおいてですね。鎌倉殿の13人のタイトルっていうのは、一つのタイトルに対して複数の意味、俗に言うダブルミーニング、二つの意味ですね。もしくは三つ以上の意味、マルチミーニングが、込められていることが非常に多かったです。絶対ではないですよ。多かったです。で、あの、大石静香さんはね、三谷幸喜さんを褒めてるコメントとかも当時見受けられましたので、まあ、その辺含めてですね、あの、これ、多分、タイトルは大石静香さんじゃなくて現場がつけてるのかなと思いますけれども、演出陣がね。まあでもその辺はある程度いい意味でやっぱり複数の意味を持ち合わせてるっていうのはね、あの芸術的なね、あのある種采配でございますので、それをされてるのかなというふうには思いますよね。今タイトルなんで制作陣がつけてるのかなって予想したかに関してなんですけれども、鎌倉殿の13人がそうだったからですね。鎌倉殿の13人でタイトルが毎回あまりに秀逸だったんで、三谷さんすげーって私も YouTube で褒めてたんですけれども、三谷さんの口からあれは三谷さんがつけていないというふうに出ていたので、まあ、演出監督らがつけているという形で、今年どっちかわからないですけど、とにかくあのタイトル今年好きですね。はい。ありがとうございます。で、次、夕顔ですね。これはもうコメントを紹介するのが一番ストレートでわかりやすいと思います。私がアジャコダ言うよりもね。ためときが通っていた、ためときの通っていた高倉の女は、わびしい住まいにひっそりと暮らす様子が、源氏物語の夕顔を連想させた。また、真宙と道長が結ばれた、あばらの家も同様に、夕顔のエピソードのオマージュだと思うという形でコメントいただきました。もうその通りなんで、補足も過不足なくコメントいただいてますね。ありがとうございます。で、こちらの方ね、もう一つコメント、まあ、月夜の陰謀と被るところだったんですけれども、そちらもうちょっと先ほどの方よりも月夜の陰謀について詳しくコメントはいただいていたんですけれども、ちょっと次週以降のシナリオ、私は単純に、あの、市販されているシナリオガイドを読んだだけですけれども、その相関で、正しい部分と私の解釈とは異なる部分とだったんで、非紹介とさせていただきます。想像力非常に、あの、豊かで面白いコメントではありました。ありがとうございました。そういうコメントはどんどんしていただいて結構です。はい。で、次、藤原幸成の思いということで、渡辺大地さん演じる藤原幸成ですね。今回は和歌と漢詩の部分に関しての違いというところで、道長にアドバイスをしておりましたけれども、これも、まあもう、まあそうだろうなと思いながら、ちょっとなぜか動画で全く言及してこなかったので、言及させていただきますね。まあ、一言で言えば、幸成が、道長にちょっと思いがあるよねってことをですね。でね、この方のコメントがね、絶妙なんですよ。
道長と雪なりの BL 要素がはっきり、ボーイズラブですね、要素がはっきりしたと思いましたと。第6話の監視の会のシーンでも雪なりの視線は道長の方に向いているように思われました。道長としては雪なりに対して恋愛感情はないでしょうが、雪なりの道長へのただならぬ思いが今後の2人の結束につながるのではないでしょうか。なんて言ったって2人は同じ日に死ぬのですからと、史実上はという形でございますよね。まずこの道長として雪成に対し恋愛感情は、ね、これは間違いないと思いますよと。で、一方の雪成、まあ、それに関しては雪成自身ももう分かっているので、雪成が今後何かアタックをするとかそういうことはしないと。だけどもこれは今も昔もやはり性別関係なく、まあ、同じ性別の人を愛するっていう人はもちろんいるわけでございますので、まあ、そういった形で自然にそれを物語の中に入れていると。だからここから別に BL 描写でラブシーンが展開されることはまずないと思いますけれども、まあ、そういった形なのかなというふうに思いますよね。ありがとうございます。はい、で次、説得力を持たせるためのストーリーテリングということでございまして、こちらの方のコメントですね。確かになって思いました。普通にドラマ見てるんですけれども、まあ、言われてみればというか、私も他の動画では言いましたけれどもね、この光る君へってドラマの制作が発表された時に、まず紫式部が主演、主人公です、吉高由里子さんですって言った時に、吉高由里子さんに対しての、まあ、あまりマイナス要素は見受けられなかった。で、紫式部も、おーってびっくりしたけれども、別にそのネガティブな感じはなかった。まあ、ただ一方で戦国大河が好きな人からすると、あ、文学かって形でちょっとしょぼんとしてる方も、まあ、いるというような感じだったんですよね。で、そこまではでも、まあ、普通だったんですよ。荒れてなかったんですよ。だけども、藤原の道長との恋みたいな感じの話が出てきた時に、いや、史実で結ばれてねえのに恋もクソもねえだろみたいな感じの、まあ、コメントっていうのがあったけれども、ここまでいいじゃないですか。でね、ただそこでまあ懸念としても上がってましたよ、 SNS で。そのまあ要は2人の家っていうのはドラマの中で今示されてる通り、上流の貴族と下流の貴族なわけじゃないですか。だからそれが結ばれることはないっていう形でこの方のコメントを読むとすっきりしますよ。いくら身分が異なっているとしても、藤原道長と紫式部とか男女の関係になるのは当時の慣習から考えても史実でもドラマの中でも大きな障害はないだろうと考えていた。貴族同士ではあるから、まあいけなくはなくねみたいな感じで考えていたので、ドラマの中で道長と真宙の2人の関係は今後の展開としてはすっきりしましたという形でございますよね。まあだから要は今言った説得力を持たせるストーリーテリング、大蛇の時点で道長のお兄ちゃんが真宙のお母さんを殺している、紫式部のお母さんを殺している、この時点でもうとんでもない障害が生まれると。で、貴族としてまあ上流と下流でハードルはまあ存在はしていると。でもまあクリアできなくはなかったはずだと。でもその状況から、しかもね、まあ要は道長の父である兼家と真宙の父である為時とがもともとスパイ関係を結んでいたはずなのに、そこも要は長たがいしてしまっている状態だと。で、今回しかも片方の為時は官職を解かれるって形にもなっているって形で、もうどうにもならなくねえと。で、しかもそこにその創作の直秀っていう詩をボカンと真ん中に入れてくることによって、その詩を持って、で、直秀は遠くの国に行こうとしていた。で、その、先ほどの方のコメントじゃないですけども、遠くの国に行こうとしていた直秀が亡くなった。それに対して責任は感じている。別に楽観主義ではないけれども、もう嫌にいろいろとその、要は、あれもそうですよ。だから、火山天皇の、その、クーデターの方も含めて、もう道長からしたらもう遠くに行きたいっていう風になって、直秀の死も背負った上で遠くの国に行きたいで、真宙と一緒の駆け落ちをしようと言った。で、真宙からしたらそれを現実的に考えて、貴族である、まあ先ほども言ったその道長がね、魚を取って耕して自給自足をしてっていうのは想像できないし、そもそもできんのかいみたいな感じのとこ含めて、現実的に考えた結果無理じゃねっていう風になって、でも好きって気持ちのは本音であると。それは別に冷めて無理じゃねと思ってなくて、無理だよって感じでこう涙ながらにっていうのがあのシーンになっているので、っていうことがいろいろあったらそりゃ結ばれねえわなっていう感じで、もう我々腹落ちする。それがこの説得力のある持たせるストーリーテリングってことですね。で、その上でコメントの紹介はないんですけれども、最後にこの話をして今回は終わりといたしましょう。道長はまだ智子との結婚に腹落ちしていないということでございます。当時の結婚で、まあ今でもお見合いとかだったらそうなのかな。要は、
本人同士が納得しない結婚っていうのは存在はしますよと、今も昔もと。ではあるけれども、まあ、ドラマとして、その、なんつうの、要は、これだけいろいろと説得力を持たせてるんだったら、やはり結婚するだけで、しかももう何話前から出てんのよ、ともことみち、ともこのもとに道長が婿入りするって話を。でもここまで何もそれふわっとしてる状態じゃないですか。このままふわっとしてる状態で来週冒頭できない結婚するわけがないわけですよね。なので、この道長はまだともことの結婚に腹落ちしていないっていう部分はまだ、ドラマが待ち受けているっていう話ですよ。これ来週何かが起きるって話ですよ。だからこの腹落ちをした結果、その結婚にするしないとか、どういう流れになるかは置いといて、だから道長の感情においての納得は必ずハードルとしては超えるものだけども、現状もう真宙ちゃん好き好きであるわけだから、で、今回も、振ったのはお前だからなって言ったけれども、こう言ってたでしょ？このまま会えなくなるのは嫌だって言ったわけですよ、道長は。まだ納得してないわけですよ。でも腹落ちしないと結婚できません、智子さんとは、史実上は。さあ、何が起きるの？来週以降って話ですよ。で、来週の第11話の、見ました？あの予告映像のサムネイル。道長と真宙二人で見つめ合ってるシーンなんですよ。会ってはいるんですよ。だから来週何かが起きるんですよ、また。いう感じですよね。だからそれも結局だからこの説得力を持たせるストーリーテリングが来週も繰り広げられるって形なんで、楽しいドラマだなって思うわけでございますね。以上でございます。いや、なんかこういうふうにいろいろ深掘りできて、私の解釈が全て正しいかどうかわかんないんですよ。先週の動画で言いましたけれども、真実と事実ってものが世の中にあって、事実っていうのは今回のドラマの解釈で言うと公式のみぞ知るものである。まあ公式からそれが発表されたら我々もその事実を知ることができる。で、私は私の真実を語ってる。私はこういうふうに思います。でも、デタラメを言ってんじゃなくて、一応、私なりに論理的に考えた結果、こういう解釈ですよね。と、で、納得したコメントを紹介しているって形でございますので、まあ、その、事実にはまだ至らない真実の解説ではありますけれども、こういったもので、ドラマ楽しいなって思っていただければね、私と仮に皆様とのご意見が違ったとしても、人生における大河ドラマ鑑賞、そしてこの私に割いていただいている YouTube の鑑賞というのは皆様の人生においてはプラスになるのかなと思いますので、引き続きぜひドラマを楽しみながら私の動画も応援していただければ幸いでございます。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。